お茶は熱い方が好きですか？冷たい方が好きですか？どうも、大河ドラマは3周する男、侍くんです。今回のテーマは真面目すぎた男、石田三成。日本史屈指の戦いとして教科書にも載っている天下分け目の関ヶ原の戦い。今回ご紹介する石田三成は、この戦いにおいて西軍の実質的総大将として徳川家康に相対し、敗れたことは有名かと思います。そして敗軍の将となった三成は、豊臣の天下を潰してしまった人物、豊臣家臣団一番の嫌われ者などと、長らくその評判は決して高くはありませんでした。しかし近年、三成には義を貫いた忠臣というイメージも広がりつつあります。なぜ彼がこのように真反対の評価をされているのか、彼の生涯を見ながら考察していきましょう。第1幕、石田三成とは。石田三成は安土桃山時代に豊臣政権下、政治実務を司る御奉行の一人として、豊臣秀吉の天下を支えた武将です。秀吉の死後、打倒徳川家康のために決起し、西軍の中心人物として関ヶ原の戦いに挑むも敗戦し処刑された人物として有名ですね。そんな彼は、乱世の英雄である徳川家康の一番の仇役として語られることが多く、その際、霊利で強量、人望に欠けるといったマイナスイメージが強調されてしまい、長年日本史随一の嫌われ者というレッテルを貼られていた人物でもあります。その一方で、近年義のために戦ったという評価が広まり、人気を取り戻しつつありますね。どうする家康での三成は、初対面で家康と意気投合し、この二人が戦うなんて信じられないと話題になっていましたよね。今回の三成からも目が離せなくなりそうです。第2幕、秀吉との出会い。そんな三成は永禄3年1560年、近江の国石田村にて誕生。父の石田正次は戦国時代の怒号だったと言われています。天正2年1574年頃、近江長浜城主となった羽柴秀吉に父正次、兄正純と共に仕官し、三成はそれ以降、小姓として秀吉に仕えます。仕えることになったきっかけとして、三賢茶の名で広く知られているのはご存知でしょうか。その寺には当時、幼い三成が勉強のために小坊主として暮らしていました。喉が渇いていた秀吉が三成に対しお茶を頼むと、持ってきたのは大きな茶碗にたっぷり入ったぬるい茶。秀吉はそれを一気に飲み干して、まずい、もう一杯と言ってはいないかと思いますが、三成にもう一杯オーダーします。次に出されたのは先ほどより小さめの茶碗、中にはちょっと厚めの茶が茶碗の半分ほど入っています。それを飲んだ秀吉がさらにもう一杯というと、今度は高価な小茶碗に熱々の茶をほんの少しだけ入れて出してきました。秀吉のコンディションに合わせてベストな茶の温度や量を即座に判断する。この三成の姿を見た秀吉は、こいつは使えると感心して、三成を自らの小姓として連れて帰り、以降秀吉に重用されたと言われています。ただこの有名な話は残念ながら別人のものだとか、そもそも事実ではないとされています。ちなみにこの冷たいお茶から出してだんだんと熱いものを出すという三成のお茶の出し方は、疲労回復という面でとても理にかなったやり方ですので、ぜひ皆さんも試してみてください。第3幕、武力ではなく知力で大出世。さて、この三賢茶の話の真意はともかく、三成ができる男であったことは確か。彼は加藤清正や福島正則といった猛将とは違い、事務系の仕事に適性を見せ出世を遂げていきます。彼は外交や内政で実力を発揮し、
天正13年1585年に秀吉が関白に就任したタイミングで従五位の下治部少に叙任されました。この時三成25歳、異例の大出世と言っていいでしょう。当然秀吉の期待も大きく、秀吉は三成にこの頃大きな役割を与えています。それは上杉家との交渉。当時の上杉家は信長との戦いに押されていたものの、本能寺の変により窮地を脱し、お家の生き残りをかけて秀吉への接近を始めていました。北陸方面で大きな勢力を持つ上杉を自分の陣営に取り込むことができれば、秀吉の天下統一に向けて大きな一歩となります。三成は見事にその任を果たし、上杉家を秀吉に臣従させることに成功しました。そうした外交手腕は上杉家のみでなく、他の有力大名に対しても発揮されます。このことから三成は秀吉のみならず、相手方の大名からも信頼されていたことが見て取れますね。さらには商業貿易の用地である堺の奉行職にも任じられます。秀吉の天下統一事業が進むと、三成はますます忙しい日々を送ることに。太閤検地、刀狩りといった日本史の教科書でおなじみの秀吉の政策、三成はその実務担当者として手腕を振るうことになりました。さらには朝鮮出兵で超大軍の兵糧や船舶輸送の管理も担当します。三成は豊臣政権下で文字通り馬車馬のごとく働き詰めることに。秀吉はこの三成の働きぶりを高く評価し、近江沢山の地に19万4千石の所領を与えています。秀吉のみならず、後に対立する家康も三成の能力を評価しており、三成を自分の家臣にしたいと語っていたとか。第4幕、三成は本当に嫌われていたのか。三成はとんでもない量の仕事に向き合い、次々と任務達成を成し遂げていくのですが、にもかかわらず豊臣家臣団一の嫌われ者という評価がつきまとっています。よく言われているのは、三成は人付き合いが悪く横柄で、加藤清正や福島正則といった武闘派との仲が特に険悪だったということ。しかしよく考えてみてください。本当に人付き合いが悪い不愛想な人物であれば、重要な外交交渉を担うことができるのでしょうか。むしろ資料を読み解いていくと、三成が細やかなところまで気がつくことができた人だったことが見て取れます。そしてこの点こそ、三成が一方で嫌われ一方で慕われた理由なのかもしれません。第3幕でも紹介した通り、彼は多くの重責を背負い、さまざまな大名とも交渉を行っていました。その過程で感謝されることもあれば、恨まれることもあるのは当然です。三成を介した交渉ごとが成功した大名からすれば、よくできた方だ、ありがたいとなるでしょう。逆に自らの要求を通せなかった大名からすれば、あいつが秀吉殿に余計なことを吹き込んだのではないか、手を抜いたのではないかと疑心暗鬼にもなることもあったのかもしれません。天下人秀吉の意思で行われた処理であっても、秀吉に怒りをぶつけることはできませんから、結果として抑えきれない不満や苛立ちは三成に向かわざるを得なかった、そんなところなのかもしれませんね。第5幕、関ヶ原への道のり。そんな三成の運命が暗転するのは慶長3年1598年のこと。天下人であり三成を重用し続けてきた秀吉がこの世を去ってしまいます。秀吉は死の間際、徳川家康ら五大老と三成ら五奉行に工事を託しました。奉行の一人として政権運営を担当することになった三成。秀吉の死は秘密とされ、しばらくの間五奉行は秀吉の命令という形で政務を行いましたが、国内外の問題が山積し、その対応に追われることになります。さらには朝鮮出兵の戦後処理に諸大名は不満を抱き、
その矛先がついに実務担当の三成に向かうことに。慶長4年1599年、加藤清正や福島正則らは鬱積した不満を晴らすべく三成の屋敷を襲撃します。三成は伏見城に逃げ込んで難を逃れることができましたが、騒動の責任を取る形で御奉行の座を追われ、沢山城に引退することになってしまいます。粉骨砕身して豊臣家に尽くしてきたのに政権から追放されてしまったことに三成はさぞかし無念だったことでしょう。一方でこのごたごたの中で台頭したのが家康でした。折しも五大老の一人である上杉景勝が両国の軍事力の増強に乗り出し、謀反と噂されるようになります。この知らせを聞いた家康は上杉討伐を決定し、兵を上杉家の所領の会津に差し向けました。しかしこの派兵は単に上杉家を討伐するだけのものではありません。家康こそ今や天下人に最も近い存在であることを武力で示すこと、これこそが重要な目的でした。一方この動きに三奉行が反発、秀吉の遺言をないがしろにする家康を内府違いの上状に書き連ねて諸大名に送付します。家康が大坂を留守にしている間に反徳川勢力を糾合しました。このままだと豊臣の世があの狸親父に乗っ取られる。危機感を募らせた三成は自ら挙兵し、さらには奉行職に復帰します。そして上杉家や真田家といった新豊臣派勢力と連絡を取り始めました。そうして決起した三成たち西軍は家康の家臣が在住する伏見城を攻め落とします。その勢いのまま兵を東へと向けるのでした。一方家康は上方の動向を知るとさっと軍を引き返し、軍勢を西に進めます。そして運命の慶長5年1600年9月15日、天下分け目の関ヶ原の戦いが始まります。第6幕三成の最後。この関ヶ原の戦い、ご存知の通りわずか1日で家康率いる東軍の勝利に終わります。三成さん弱すぎませんと思われるかもしれませんが、決して三成に軍事の才がなかったわけではありません。関ヶ原に布陣した西軍の兵力も陣形も決して東軍に劣っていなかったと言われています。というのも明治時代初期にこんな話がありました。日本陸軍の近代化のため兵学教官として赴任したドイツ軍参謀将校のメッケルという人物がいます。彼はある日関ヶ原の戦いの布陣図を一目見てこう言ったのです。これは西軍が勝っただろう。そう、実はこの戦い本来は三成率いる西軍が有利だったはずでした。しかし実際はそうなりませんでした。ご存知の通り小早川秀秋をはじめ西軍から東軍への裏切りが多発したのです。詳しくは豊臣家を裏切った武将たちの末路の動画をご覧ください。三成は豊臣恩子の大名たちが豊臣家に仇をなそうとする相手に味方するはずがないと味方を疑わなかったとか。一方長年さまざまな大名たちとしのぎを削ってきた家康は、人間そんなできたものではない、欲で簡単に裏切るものよと人間の真理を理解していました。そして家康は一人一人の私利私欲を見抜き見事に味方に引き込んだのです。結局裏切り祭りにより西軍は大きく崩れ、あっという間に敗戦。三成は再起を誓い伊吹山へと落ち延びますが、結局ここで追っ手に捕まります。西軍の実質的総大将である三成には当然死罪が言い渡されることに。10月1日三成は小西行長、安国寺衛慶とともに斬首の前に京都の市中を引き回されることになります。この時の三成には次のようなエピソードがあります。京都の町を引き回されている最中に喉が渇いた三成は、
水が飲みたいということを警護の者に伝えます。しかし警護の者は水を持っていなかったため、干し柿が三成の前に差し出されることに。これを三成は、柿は喉に悪いからいらぬと断ります。警護の者は、間もなく首をはねられるのに体を気遣う意味があるのかと笑われますが、三成は次のように返したのです。そなたたちにはわからないだろうが、大義を思う者は首をはねられる瞬間まで命を大事にするものだ。それは何とかして本望を達したいと思うからだ。そう答えた三成でしたが、彼の願いは叶うことはありませんでした。彼は六条河原にて斬首され、その生涯を閉じることになります。享年41歳。三成含め斬首された3人の首は京都の三条大橋のたもとにさらされました。その後、三成の遺体は京都にある大徳寺三元院に葬られています。今回は石田三成の生涯を解説していきました。彼は長年豊臣家を没落させた張本人として悪く評価されがちでしたが、反感を買うことがあってもそれは立場上やむを得ないものであったことや、その傑出した行政手腕のみならず人柄も魅力的であったことも現代知られるようになっています。今回の動画が面白かったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。